2019年7月8日月曜日より放送中の TV アニメ可愛ければ年代でも好きになってくれますかから第11話の先行カットあらすじが公開された。原作はシリーズ累計32万部突破の人気急上昇中の同ベイライトノベル、イラストはスネさん。彼女いない歴、年齢が普通の高校生桐生聡輝に当てられた突然のラブレター。しかしそこに差出人の名前はなく、しかも何を思ってか純白のパンツまで添えられていて、ヘリップ。彼を取り巻く可愛い女の子たちの誰かが怪しいものの、全員がちょっぴり訳ありな雰囲気。パンツを落とした。シンデレラを見つけ出すために奮闘するも、なぜか変態まで呼び寄せてしまう。訳ありなヒロインとモテない主人公が繰り広げる新感覚の変態湧いてくる系ラブコメ。あるある、可愛ければ変態でも好きになってくれますか。 TV アニメ化決定。メインキャストは下野紘、日高里奈、竹立彩の今回7月8日月曜日より順次放送開始となった TV アニメ可愛ければ変態でも好きになってくれますかから第11話、水着を脱いだシンデレラの先行カットあらすじが公開されたので紹介する。あらすじ先行カット第11話、水着を脱いだシンデレラ。スタッフ脚本山下圭一、コンテ今崎月、演出ワン・ウィ・ヤング・シック、作画監督ワン・ウィ・ヤング・シック。ついにシンデレラの正体にたどり着いた佐藤シテル。だがそれを立証するためには、その人物がシンデレラのパンツを持っている現場を抑えなくてはならなかった。そこでサトシテルは書道部員や妹を交え、突然のプール行きを決行する。ある目的を持って相変わらずの変態部員たちに翻弄される。サトシテルはプールでバイト中の小春と出くわす。彼女は告白大会の参加者が集まらなくて困っているという。かくして優勝したら一度だけサトシテルに何でも命令できる権利をかけて、参加を決めた女子たちの熱のこもった告白大会が繰り広げられる。そして迎える決着の時、真実を追求するために取ったサトシテルの行動とは、そして判明した衝撃の事実とは。作品情報、継承略、TV アニメ、可愛ければ変態でも好きになってくれますか？放送、@X、毎週月曜、20時、リピート放送、毎週水曜、12時から毎週金曜、28:0から毎週日曜、22時30分東京 MX、毎週火曜、24時30分から MBS、毎週火曜、ついに彼女ができると喜んだものの、そこに差出人の名前はなく、しかもなぜだか純白のパンツまで添えられていて、ヘリップ。彼を取り巻く可愛い女の子たちは誰もが怪しく、そしてちょっぴり訳あり風味。果たしてパンツを落としたシンデレラは誰なのか。謎が謎を呼び、変態まで呼び寄せてしまう。新感覚変態湧いてくる系ラブコメが始まる。ヘリップ。スタッフ、原作、花井田と。だが、それを立証するためには、その人物がシンデレラのパンツを持っている現場を抑えなくてはならなかった。そこでサトシテルは書道部員や妹を交え、突然のプール行きを決行する。かくして
優勝したら、一度だけサトシテルに何でも命令できる権利をかけて参加を決めた女子たちの熱のこもった告白大会が繰り広げられる。そして迎える決着の時、真実を追求するために取ったサトシテルの行動とは、そして判明した衝撃の事実とは。作品情報、継承略、TV アニメ、可愛ければ変態でも好きになってくれますか？放送、@X、毎週月曜。20時、リピート放送、毎週水曜。12時から毎週金曜。28:0から毎週日曜。22時30分東京 MX、毎週火曜。24時30分から MBS、毎週火曜。ついに彼女ができると喜んだものの、そこに差出人の名前はなく、しかもなぜだか純白のパンツまで添えられていてヘリップ。彼を取り巻く可愛い女の子たちは誰もが怪しく、そしてちょっぴり訳あり風味。果たしてパンツを落としたシンデレラは誰なのか。新感覚変態湧いてくる K ラブコメが始まる。ヘリップ。スタッフ、原作、花井田と